今までね、強くする方法みたいなのが何となくこうシェアされてたと思うんですけど、まあ、強くするももちろん成長の先に強くなるがあっていいと思うんですけど、ただ単に勝てるとかじゃないその魅力とか価値っていうものをもう一回僕らはちゃんとこう見える化するというか、それに我々ジュニア期のスポーツ指導者が尽力していけば5年後も10年後も30年後も50年後もどんどん世の中便利になっていくんですけど、集まってスポーツってやった方がいいよねっていう未来がこう残り続けるんじゃないかな、まあ、それぐらい、まあ、本質的なものだなと思ってるね、スポーツって、ね、僕らがこのテクノロジーの発展でこう支払ってるこう代償みたいな、失うものを一番補えるものって何って言ったらスポーツって答えられるんじゃないかなと思うんで、ますますスポーツの価値が際立つ時代になってくるんじゃないですか。そんな世界に僕らはねいるので、その価値に気づかずにいくのはもったいないんじゃないかなっていう気がしますよね。